パラナグアは、ブラジルの都市。人口138,748人。ブラジル南部、パラナ州に属し、ブラジル有数の貿易港となっている。パラナグアは1648年に建設され、パラナ州で最も古い町である。州都、クリティーバからは東に 94km の地点に、あり、道路や鉄道が通じ、クリティーバやパラナ州の外交となっている。 米や穀物、バナナ、そして何よりもコーヒーの輸出港として知られ、サントスとリオデジャネイロに次ぐ第3位のコーヒー輸出港である。パラナグアとクリティーバを結ぶ鉄道は車窓の美しさで知られ、多くの観光客が訪れる。パラナグアはブラジルではやや涼しい南部地方に位置しているが、気候は非常に蒸し暑い夏と比較的穏やかな冬で知られている。 夏のパラナグアは、州内で最も暑い街であり、聖火である1月から3月には、頻繁に35度以上を、時には40度を記録する。真冬である7月には最高気温が21度から22度、最低気温が13度ほどとなる。寒波が押し寄せると最低気温は10度以下になるが、ごく稀に5度程度にまで落ち込むことがある。パラナグアには、 ディオブランコ SC というサッカークラブがあり、本拠を市内のエストディオダエストラジニア競技場に置いている。ラテンアメリカを知る時点 P307 平凡社1999年12月10日、新定増保版、第一冊、大自然の楽園ブラジルへようこそ、P49 オスニーカリストチョ、クラウディオ広久ヒヒ秋山分け有限会社へ、ブラジル1999年12月10日、 第一冊、ありがとうございます。